うまいっすか。うん、うわぁ。庶民の僕たちが食べるようなご飯も食べてほしいと思い、ちょっと待って、はい、俺好きでよく来てたし、やっぱり大好き。ジュンさん、え、通った？あー、アカデミーに。おはようございます。福岡に。福岡、うん、今回の。はそれほど深酒してないんで、割と早くから来てますけど、うん、楽しいね、福岡。楽しいですね。今回の旅の福岡の目的は、いや、まあ釣りなんですけど、はい、まあがっつりやらずゆったりとっていうことで、ちょっと福岡の街も、うん、あまり釣り行ってるとさ、夜も行かないから、ちょっと夜の街にも出てみようということでね。まあ、お昼に起きちゃったらね、はい、軽く飯食いに行こう。よし、行きましょう。はい、二日酔いにいいラーメンを食べにで、まことさん、今から行くラーメンはまことさんセレクトですよね。いやいや、これ外したらまずいねちなみにそのラーメン情報ください。ラーメン情報、はい、これ横浜家系ラーメンなんですけど、はい、吉村屋の直系です。あの有名な、はい、間違いないと。間違いないねこれ外したら怖いよ来た。あれなんか違和感あるな。違和感あります。全然いらっしゃらないんで。たまたま何してるんですか。ここまで。はい。器具っすね。ちょっとテーブルセットめちゃくちゃいいですね。テーブルセット最高だな。ちょっとどう。これ会長もうなる。まず2日目ラーメンから身が出ていただきます。東京にいるみたい。緊張の瞬間、うん、ここに入ったやつ、濃いですうまいですか。うん、うわ、うん、すごい美味しそう食べちゃいました。ありがとうございます。今日は会長にはね、庶民の僕たちが食べるようなご飯も食べてほしいと思い、ちょっと待って、はい、俺好きでよく来てたし。え、来てたんですか。マジでここじゃないけど、うん、やった大好きです。なので早速ちょっと行ってみましょう。おい、はい、もう入って中でいいですか。好きでいただきます。しゃ、その乗り合いでなんで仲良くなるんですか。お医者さんなんだ。うん、あ、じゃあなんか将来お医者さんだったらなんか知り合ったらいいことあるかもしれない。ガングロ、ガングロ、ロン毛でしたね。写真出そう。お医者さんは本当にお医者さんなんですか。写真を塗って毎日飲みながら船、海でもしたまたまそういう風に会場と飲みの場だったりご飯の場を一緒してハマればあるんです、可能性は。え、全部そういうところから拾ってきます。オーディションで拾ってちゃんとやったのは。おー、あ、そうなんですか。ここだ。なんか見たような感じやな。龍二郎とこの前。そう。で、今日ずっと海に通ってたエビスの会長、松浦会長です。ずっと海にお世話になる。まあなんか、ぜひ。龍二郎さん、いいですか。はい。ありがとう。どんどんお客さんが入ってくるわ。電話もなしで、スムーズに入れましたね。びっくりしました。俺がゆっくりしちゃったけんやろ。そのおかげ。予約忘れちゃったかいだと思ったよ。いやいやいや。乾杯。おっす。
し。あ、ようこそ福岡へ。知り合いなの？知らないです。知らない。いいね。いいね。タイの文化ですね。なるほど。どちらから来られたんですか？福岡です。福岡。福岡です。この三人はどこで知り合ったん？今日ここです。マジ？こういうのね、なんで仕込みって言うんですよ。もうじゃあいいか。行って帰るかもしれんよ。いいか、いいか。逃げるなら今。やらせですよって言ってからこう思ったところはテレビじゃ絶対できない。そうそう、会長、一個気づいたことがあります、これ、はい、あのこの2人に、この女性たち、たまたまっていうには絶対にありえないですね。なんで絵柄がちょっともうたまたまじゃないっす。どうして、なんでもうなんかたまたま感で、ね、仕込み感がすっごいある。どうしたらいいや。本当に俺は仕込んでないし、はあ、そうなんです。俺も仕込んでないし、誰が仕込んだ。いやね、あなたです。実は言うとですね、まあ昨日いろいろお話ししててちょっと面白い経歴の方がいたんですよ。なんで今日あの屋台の企画がやるってことで、ぜひちょっと来てほしいって言ったお話をして、急遽来てくれた。なんで右の子が何、どうした。先月通ってたんですよ。え、通ってた。あのボーカルスクールに。あー、アカデミーに。はい。え、福岡の。え、何年間通ってたんだっけ。小中7割。はい、お願いします。2、3年長くね。7、3。何歳から何歳まで。小学校の時に1回通ってて、高校3年の時に。あ、で行ったの。もう1回、会社のお手紙に行って。どうしたの。受かりました。受かったの。すごい、特待生。で、どうしたの。特待なの。で、やめました。何年特待やったの。え、1年ぐらい。辛いもんな、あの人たちの、俺は見てたけど、やばいよ、英語、日本語、韓国語、ダンスだ、歌だ、ラップだ、毎日毎日練習だ、うまい、うまい、え、具体的にどんなことやってたんですか。ちょっとでもダンス、無理です、無理ですか。結果今少しでもそれが役に立っていることがありますか。役に立っていることあるないって言われたらもう。え、でもあるやん。え、どういうこと。例えば歌が上手いとかさ、踊れるとかさ、じゃあそれだけでもね、カラオケやったらね、人気者なんね、うん、歌聞きたい、歌聞きたい。え、お名前は。エミリン。今何歳なんですか。まだ大丈夫。まだまだ。まだ行けます。渋谷港に戻った方がいいんじゃないですか。エフェクススクールで渋谷港に。東京に。大変だよね。だってさ、ゴールが見えてない中でやるんだもん、みんなで。どうなるかわからないでやってるんだ。でもビジネスだってどうなるかわからないでやってるから、はい、同じっちゃ同じなんだけどね。はい、まあでもさ、その、なんだろう、そう、レッスン生はさ、桜坂についてもらった目的がツアーになることがないからさ、はい、もうちょっと行こう、桜坂に、横お寿司行ったかな。これちょっと違うよね、あゆに高いとこあるんだ、あそこに目標があるところ。そうだ、そうだね。カラスマの愛子だから、この子は誰にもなりたくないって言ってあなた。やっぱりその誰にもなりたくないっていう子が言ってる。マグロもアユも誰にもなりたくない。はい、早いよ。いいこと言うね。ちょっと、すごくないですけど、めちゃくちゃいい。女性が2人出会うそこ最初だよ。はい。ちょっとエミリーさん、いろいろ聞きたいんで、こっち来てもらってもいいですか。あ、そうだね。あ、正解します。いつまで来たの最近。何やった。辞めたの。アカデミー辞めたのは、はい、去年ぐらいかも。何でやったの。嫌なやつ。いやいやいや、全然全然身に染みてる。やばい、やばい。東京に行かない理由は何なの。かわいい。ねえ、やっぱ住み慣れてるのが一番。あ、それ俺も福岡に来たよな。さっきマンション探してたな。多分間違いなく買っちゃいます。誰に憧れたとかあるんですか。誰に憧れた。私でもずっとトリプル A さんがずっと好きで。へぇ、トリプル A なんだ。ニッシーが好きだったの。はい。ニッシーオンリー。
全部好きで、全員好きで。途中でいろいろ抜けていくから。全員仲良しですけど、何か聞きたいことがあれば何でも言いますけど、なんで、おお、聞きたいよ、すごい。あります、あ、確信。俺、これは、言ってもいいと思うんですけど、いや、ありますよ。今日は西島と話して、はい、西島が言ったことは、なんか売れなくなってされてきてる社員で、まあ、世の中がそれを求めたのは、一本もねえじゃねえか。一度ぐらいそういうのをやるのはいいんじゃないかな。とにかく自分たちが売れなく、それぞれがソロが売れなくなってしょうがないから集まってやるんじゃなくて、みんな売れてんのに集まってやるっていう状態だったらやりたいって言ってたよ。最終メンバーはまあそれぞれやってるから、あのメンバーでこうなんだよ、一緒にでもやるかな。でも西島はさ、どこだろうね、やっぱね。あいつは俺は息子みたいなもんなんだから、ね、だから喧嘩するんだよ。会長、最近こうインスタで投稿してたじゃないですか。あれ、たまたま、はい、6年前の写真ってたら、はい、アップで出てるんじゃない、うん、西島と写ってたから、うん、上げただけで、西島とは会ってないし、西島のツアーも見つけないんだから。いや、でも投稿のハッシュタグに男なら自分で頑張れよって書いてあって、うん、そういうことなんですね、うん、あのメッセージいいっすよね。いや、西島、あれエグザクリにも言ったことだ、ヒロにも言った、お前男なんだから自分でやれって言って自分で使う、西島も男だから独立しろ、タケノコのちょうど、うん、でもなんかそういうきっかけがあったら、うん、なんかやってみたいなとかっていう気持ちはある。きっかけがあったら全然、なんか歌ってる動画とかないんですか。これ意味じゃ意味ない、ね、いいじゃん、いいじゃん、どんなのか、すぐ走るわ、酒がいいですね、濃いって、これだけ戻そうか、綺麗、最高っすね、うん、これ、すいません、ごちそうさまです、ありがとうございます、ありがとうございます、箸よりお前の持ったくない。いや、これを言えばうまいですけど、おで、俺の歌いっていい歌を歌わせたらうまいかどうかわからない、前もね、福岡のカラオケ屋さんでオーディションして、そのままデビューした子いるんですよ。へぇ、ミンク、ミンク、ミンクね、あ、すぐ採用で、でも十何曲そのままで全部チェックされて、そのままデビューされましたね。そのままでチェック、はい、いやいや、歌がある程度うまければ、はい、うん、あとはキャラクターに変わるんですよ。みんなキャラクターがないっていうふうに思われたんじゃないの、誰がネタか知らないよ、俺だったら今度デブになればっつってクソデブにして、何の歌がうまいとかさ、そういうふうにして、そういうアイデアがないんだけど、原石を見つけたかもしれないですよ、はい、ちょっとと、はい、原石っていうのは酒井一応言った酒井の、あ、そんな二十歳ってたらもう、あ、今日大根とこの帰り、大根と今日は二十歳でいいよ、あ、昨日酒井行ったんですか、もう顔も完璧、今日13人さんあるんだから、時の麻布のエミじゃないの、聞きたいことあります、一個、何でも本当のことを知ってなられて、じゃあ一個、まだまだ聞いてませんよ、そのほど。それ聞くの？それ聞くの？狩猟。狩猟。これからの博多の夜が本番が待ってますので、はい、エミさんもありがとうございます。ありがとうございます。いろいろ。でもしかしたらドキュメンタリーデビューするかもしれないですよ。昔そう言われた。俺が死んだって言って。すごい会話聞いたね。本当に。絶対聞けない話じゃない。